今回ご紹介するのはこちら、奈良義朝さんです。奈良さん、この絵見たことありませんかね。結構特徴的なこうみたいな少女を描く作者さんですね。実は男性なんですけど、奈良さんは青森出身で、十和田市の現代美術館にも作品が置いてて、あと青森県立美術館も青森県っていうもうめっちゃでかい犬がいたりとか、まあ、結構こういう可愛らしい絵をたくさん描いてる。一度見たら忘れられない不思議な表情の女の子を描くアーティストさんですよね。あとMoMA、ニューヨーク近代芸術美術館だっけ、近代美術館かにも結構奈良さんの作品が置いています。表参道にあるMoMAとか結構いろいろなところで見かけることも多いと思います。あと奈良さんで言ったら東京にある原美術館、今年で閉館してしまうんですけど、奈良さんの作品部屋みたいなのがあって、ちょっとぜひ12月に閉館してしまうので、原美術館にもし行く機会がある方はぜひ行って見てみてください。今回ご紹介したのはこちらの奈良義朝さんでした。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と、グッドボタンお願いします。